30度は超えてますね。9月1日お、もう並んでますね。徳の親さん10周年記念3日目に来ました。おー、すごいことなってるぞ。おーい、すごいことなっとるぞ。ここが徳の親ラーメンです。ちょっとさすがに並びすぎてたんで、ちょっと出直します。今4時57分もう一回行ってます。ラーメン屋に、徳の親さん再挑戦。おーっと、もうすでに3人並んでるのが見えます。さて、どうだろう。20分ぐらいなら待てるけど、どうなんだろうな。徳の親さんの10周年記念3日間ラーメン半額セールっていうすごいセールやってて、いやー、並んでるだろうな。おー、まあ、いける、これならいける来ました。これ食べます。味玉九州豚骨280元。家系ラーメンでは禁断の細麺が食べれるという、台湾でしか食べれないんじゃないでしょうか。ありがとうございます。はい、お願いします。
はい、お願いします。はい、お願いします。はい、ありがとうございます。はい、頭が取られたね。障害数2つお願いしますね。診察。はい。はいよ。はいよ。いらっしゃいませ。はい、こんばんは、どうぞ。ありがとうございます。はいよ。チーズ2位。はい、お願いします。はい、お願いします。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はいよはい、C3 2K、ありがとうございますはい、ありがとうございますはい、1番、2番さんねはい、お願いします。これまず5番さん。こちらね、徳森の5番さん。はい、お願いします。はい、40秒。はい、お願いします。よかった。ごちそうさまです。いやー、うまかったです。家系ラーメンに細麺、禁断の組み合わせらしくて、すげえうまかった。まあ、大満足です。こんな感じで、今日まで3日間は10周年のセールやってくれてました。ありがたいですね。普通の時ももちろん来ます。それでは。